ブラックゲストです。今日は忙しい中、たくさん見に来てくれてありがとうございます。結構ね、久々の人も、初めましての人もね、今日は楽しんで帰ってもらえばなと思います。で、ちょっと先にね、ちょっと先に言われちゃったんですけど、J では7年ぶりかな、ライブ。前回はね、ちょっと共通の友人の、ツイートライブってことで、何番だかでやって、まあ、そうだ、まあ、メンバー紹介はちょっと後にするんだけど、軽く、バンドの紹介。まあ、このメンバー組んで3年ぐらいかな。で最初はまあ、コピーとかしてて、でちょうど今やった曲が1年半前ぐらいかな。去年の1月ぐらいか。に作り始めて、まあ、おじさんバンドなんだけど、こう理想はこう、そうだね、月1ぐらいやれればなっていう感じなんだけど、まあ、実際は何年に1回だったりとか、まあ、その中でこう曲作っていって、まあ、今回は全部オリジナルで7曲ぐらいできたから、まあ、ライブやってみるかなっていう感じで。で、そうですね、何しゃべろうかちょっとね考えてたけど、みんな飛んでだったんだけど、まあ大体ギターとねベースで作ってくれたんだけど、練習終わりにね、僕がこのバンド以外にもちょっと趣味で麻雀をやってるんですけど、その青木島にチェリーっていうね雀荘があるんですけど、そこに行くよって言ったら、ギターの弦がこう「あ、いいです」チェリーって曲作ろうかみたいな。で、なんか LINE に送られてきて、見たら、なんか最初、冗談かなと思った、歌詞を見たら。でもなんか、次やったらできたよって、まあ、曲になってて。あとは、まあ、こう、鼻歌から曲を作ったりとか。で、そうですね。それで、まあ、そうだね。結構ね、歌詞とかも面白かったりするんで。あ、次じゃあ、チェリーとムーンライトっていう曲を聴いてください。
暑いね。じゃあ軽くメンバー紹介します。ボーカルのケラです。よくなんでケラ君なのって言われるんですけど、あだ名です。ギターのケン君です。テクニシャン。ベースのチャイ君です。チャイ君もなんでチャイって呼ばれてるかは僕も知りません。と、我らが僕、パワフルドラムのファイヤーです。ファイヤーもね、ファイヤーとこの3人がね、中学のね、同級生でサッカー部で、ファイヤーはな昔からこう、熱い男でこうね、先輩がね、すごいね、燃えてるね、ファイヤーボーイだねって言って、でからファイヤーってずっと呼ばれてます。でね、まあ練習のたびにこう、もう何曲かできてくるうちに、まあそろそろね、俺もなんか一曲作ってよって言われたんですけど、なかなかこうね、コピーと違うと作る、一から作るっていうのがすごい難しくて、どうしようかなって考えてて、でなんか個人的にはこうちょっと暗めの曲が好きかなと思って、そんな曲を作ろうかな。で、うん、ね、なんだろうな、こうまあちょっと残された家族だったりとか、そういうことを思って作って、まあ、さっきもね、ちょっと話したんですけど、その7年前のにやってライブも、その共通の友達が亡くなって、まあ、そのこのことをちょっと考えたりとか、しながら作って、ちょっとね、それ以外の曲は2人が大体ね、やってくれてるから、合わせるだけでいいんだけど、こう歌から入るとなかなか難しくて、最初コード拾ってもらったりとか、ちょっと苦戦した曲なんですけど、まあでも結構アレンジしたりとか、すごいかっこいい曲になったかなと思います。と、もう一個かげろうっていう曲が、今日ちょっとね、4時で来れなかったんですけど、前のメンバーでベースでかげろうくんっていうね、こういて、まあ、あんまり関係ないらしいんだけど、まあ、一応そんな要素は入れたとギターのケン君は言ってましたけど、夕暮れというか、そんなイメージの曲です。じゃあ2曲、プロミスと影を聴いてください。Oh, he will. He will never.
暑いねなんかね、あの自由じゃん作るのっていろんな曲作りたいなって言って、で、まあちょっとね、もうあっという間であと2曲なんだけど、ちょっとね、変わった曲、なんかこうノリノリというかメタルっぽいの作ろうって若干その、ね、2名がね、ちょっとこう乗ってくれてたんで、そう、そうね、やってまあ聞いてくださいダークです。夏の歌ですね、うん、まあ、ちょっと最後は爽やかな感じで聴いてください。 Dead Dream。
ました。I'm